こんにちは。アイフルホーム浜田店の住宅販売士の佐伯です。本日は浜田市金城町で建てられた平屋の住宅のルームツアーです。人気の平屋のルームツアーになりますので、ぜひ最後までご視聴ください。今回の住宅は当社商品の企画住宅イズミーノを建築しております。イズミーノの特徴としましては、35のプランからお好みのものを選ぶことができる企画型の住宅となっております。ですので、一からプランを考えるのが苦手という方や、決められたプランから選ぶ方が向いているという方におすすめです。またできるだけ建築コストを抑えたいと思っている方にもおすすめの商品となっております。間取りは 3LDK、 延べ床面積は約30坪となります。コンセプトは平屋のシンプルモダンとなっております。見どころポイントとしては2つあります。1つ目は勾配天井で開放感のある16畳のリビング。2つ目としましては、廊下をなくし LDK からどの部屋にも行ける効率のいい動線。それではご案内いたします。こちらベースの外観は日波のトリルクリアホワイト。こちらの方に回っていきます。玄関部分のアクセント外壁は日波のコートリーウッドウォルナットです。全体は白でまとめ、玄関部分のブラウンをアクセントにしています。何年経っても飽きのこないシンプルモダンな外観となりました。続きまして玄関ドアになります。玄関ドアはリクシルのジエスタ 2D12 型、色はアイリッシュパインを採用しました。それでは中の方をご案内いたします。玄関ホールに入って、こちらに土間収納があります。靴やアウターが十分に収納できます。また玄関ホールに上がって、こちらにも収納設置しております。ここは掃除機や季節家電など収納できる予定になっております。続きまして LDK に入っていきます。LDK に入るドア部分の壁はあえて斜めにしております。こうすることで少しでもリビングを広く見せることができます。LDK 全体では約24畳になっております。天井部分を勾配天井にしたことで、かなりの開放感がある空間となりました。内装は外観と合わせて全体的に白で統一しています。また窓を多く配置することで開放感につながるポイントだと思います。リビングとキッチンの窓から出れる、屋根のついた土間へ出ると家族が遊べる庭への動線となります。こちらにですね、ダイニングテーブルを設置する予定です。横付けにすることによって配膳や片付けもスムーズにできます。こちらの方、キッチンの方はリクシルのノクト、色はグレージュスタッコを採用しました。幅は2m57cm、 高さが 85cm です。ワークトップは人工大理石ですので、耐久性にも優れていますし、汚れにくくなっています。シンクはタッチレス水洗で、このように手をかざすと水が出てきます。水洗に触れることがないので、きれいに使えて節水にもなります。食洗機は複型タイプになっておりますので、このように鍋やフライパンなども楽々に入ります。こちらのキッチン収納は幅が90センチのキャビネットを3つ並べております。この下にはですね、ゴミ箱も設置する予定ができます。こちらはお客様が支給ということで、金物も可愛く揃えられております。キッチン横にも可動棚を設置しておりまして、ストック食品やキッチン家電なども収納できます。続きまして、こちらはキッチンの前面側にもですね、収納がたっぷりと設置してございます。はい、でこちらの方にも収納がございまして、可動棚がついております。
はい、下には、ルンバの基地がございます。続いてこちらの方が水回りになっております。こちらの、洗面化粧台はリクシルのピアラを採用しました。収納もこのようにたくさんあります。ここに洗濯機が設置をする予定ですので、ここで、洗う、そしてここへ干す、干してここで畳むというような、動線ができております。こちらのカウンターにつきましても、造作で作り付けをしておりまして、下は可動棚になっておりますので、自由に高さが調整できるようになっております。こちらの高窓には室内窓としましてつけております。この反対側はキッチンの方になるんですけども、暗くなることを予測して室内窓を設置しました。こちらが浴室になっております。浴室の方はリクシルのリディア M タイプ、サイズは1818になっております。全体的にグレーと黒で統一してシックで高級感のある雰囲気にしております。続きましてこちらはトイレになっております。トイレはリクシルのベーシアフチレスを採用しております。便器部分に縁がなく、お手入れがしやすいトイレの仕様になっております。ペーパーホルダー、飾り付けの棚ですね、こちらの方もお客様がご選びをいただいて設置をしております。寝室に向かう前のですね、動線の方にもこういった室内物干しができる、金物をつけております。続いてこちらの方が寝室になります。はい、寝室の方は約7畳になっております。寝室に行ける動線が2つありまして、先ほどの動線とキッチンの方からと2つの動線がありますので行きやすくなっております。で、奥には約 3.6 畳のウォークインクローゼットがございます。はい、こちらでリビングに戻ってきまして、こちらの方2部屋子供部屋がございます。両方とも同じ作りになっていまして、どちらも 4.7 畳、収納は枕棚とハンガーパイプを設置しております。以上でルームツアーは終了いたします。いかがでしたでしょうか。この動画いいなと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。今後も岩波を家づくりをご紹介していきますのでお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。